で、どうせ目標は私たちは一つですね、韓国語を喋れるようにする。で、なんで皆さんが韓国語を勉強するのに聞こえないのか、どういった部分が聞こえないのか、聞こえるようにするための訓練をこれから主に教えていきたいなと思います。まあ、モチベーションすごい重要なんですよ。前の動画でも説明したかと思うんですけど、試験を受けることものすごく大事で意味があります。なんかたまにこういう人いるんですね。まあ、勉強してないのにどうやって合格するのとか、まあ、自信ないよとかいるんですけど、オリンピックとか考えてみると、全世界ほぼ200カ国から、まあ、選手、まあ、複数人も参加したりしていて、結局金メダル1人、銀メダル、銅メダル1人ずつです。まあ、頑張って3人なんですよね。その中で金メダルが1人になるわけわけでもなくて、合格のレベルを超えれば誰でも合格できますよね。つまりオリンピックって言ったら誰もメダルの獲得ができるんですよ。かなりいい勝負じゃないですか。という感覚で、まず出戦を目標として頑張った方がいいんじゃないかなと思います、私はね。なので、まあ、難しいよと、まあ、自信ないよと、まあ、恥ずかしいよというのが多分一番良くないかなと思いますね。例えばオリンピックに出る選手が自信ないよって言ったら、多分すごい非難を受けると思いますし、これはまあ自分自身だけ騙せばまあ終わりな話なんですけど、一応挑戦する価値はあると思います。なので、ちょっと勉強のための方法っていうか、だからどうせさ、あなたが言ってることは、まあ本の説明じゃん。それ試験とは関係ないじゃん。しかも私たちがやりたいそのハングル検定の5級4級一番簡単なのって、お前が教えてるその本の内容でどのぐらい一致してるか、どこがいらないのか、人それぞれ多分違うし、レベルも違うし、まあ不満点っていうか、まあ多分クレームも確かにあると思うんですよ。まず、まあハングル検定3級以上の方とか、まあ能力試験、まあ準備をされてる方は、自分がどういった勉強をすればいいのかっていうのを、ある程度は多分ね、バランス取って勉強ができてると思うので、まず割愛しますけど、一番下のね、ハングル検定の4級5級の勉強の仕方は、まず教えた方が、その後は自律的に、まあ3級とか2級とかも受けやすくなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。意味が分からなくても韓国ニュースなど聞いたりすることはいいことですか？もちろんいいことです。ぴょぴょぎは何も知らないし、これが韓国語なのかっていうのも知らないし、韓国って日本っていう意味も知らないのに聞いてますね。で、喋れるように今どんどんなってますね。なので全く関係ないです。ただニュースは難しいです。ニュースが難しいから、全くだって興味もない、小学生が見てるミキマウスとか見ろっていう意味ではなくて、自分が少しでも理解ができそうな分野を見た方がいいんですよ。例えばなんですけど、私は日本語の釣り用語を勉強するのがものすごい楽でした。釣り用語かなり難しいんですよ。日本人が聞いても釣りに興味ない人は、サルカンとか、より戻しとか、なんかこう水中浮きとか、ハリスとか、デールとか、多分意味わかんないと思いますよ。コマセとか、オキアミとかわかんないでしょ。でも私は大体それっぽい、その専門用語を英語とか韓国でわかってるんで、日本人が言ったら、あ、これがこれだよねっていう、こう、自分で想像ができちゃうんですよ。ここで言う想像は、あ、これだろうと思って、こう、間違ったりしても、あ、これじゃなかったから次はこれかもね、みたいな、こう、自分が知らないうちに頭を回転させて勉強するんですよ。これができれば OK です。なので、ニュースを見てて、もちろんよくニュースに出てるムンジェイン大統領とか、金正恩とか出て、まあ、爆弾、またミサイル飛ばすよねとか、喧嘩してるよね、まあ、中国行ったよねとか、まあ、また事故ったよねとかっていうのが分かるニュースだったら、まあ、ある程度想像ができるものだったらいいんですけど、ニュースってそれだけじゃないんですよね。韓国のニュースってかなりシビアで、かなり深刻なニュースを結構出していて、経済の話とか、日本とね、基本的に文化の違いから出る言葉の選び方とかも違うので、ちょっと役に立たないかもしれないですね。韓国のニュースは本当に重いんですよ。日本のニュースって言ったら、なんかゼロとかジップとかスッキリとか結構軽いんですよね。カジュアルで、韓国のニュース違うので、それに慣れてる方だったらいいんですが、テーマっていうか、こう、遊びのコンテンツをうまく選ばれた方がいいかなと、私は個人的に思います。単語だけで覚えていくより、文法を勉強しながら単語をインプットしていく勉強法はいいと思いますか？単語だけ覚えていくっていうのは、私はあんまり良くないと思います。例えば、私っていう、な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 。
それ覚えても結局使えないんですよ。もう本当に使えるところがないですね。例えば、まあ、文章、まあ、何でもいいんですけど、その状況は必ず来るんですよ。私は飲みます、これを覚えたとしたら、飲み会とかでこれ飲む人って絶対なんかこう場面あるんじゃないですか。自分がよくこう行く場面って、でその時に私は飲みますって言えるんじゃないですか。絶対、まあ、文法を勉強するっていうより短くても文章で覚えた方がいいですよ。絶対その場面は来るなっていうのあるんじゃないですか。なのでよく相手とこうイメージトレーニングした方がいいですよ。例えば会って初めまして、サランヘンよとか、何歳、どこ住んでる、もう当たり前じゃないですか。もう当たり前よ、皆さん知ってるよ。でそれをうまく、韓国語あんまりできないのに一番最初こう韓国の人とこう話ができる人見て、うわっと思うんじゃないですか。それはそこまではできてるからなんですよ。あの人はそこまでは自信あるのね。なのでその場面をまた増やして増やして増やしていくんですよ。増やして、うん、皆さんなんでトイレがどこですかって聞けないか分かる？トイレを探したことがないからなんですよ。でも一回探してみてください。本当に行くときに韓国人は何て言うのか、一回あの成功してみると次からは本当に完全に自分のものになります。まあもちろん難しいのもあるんですよ。ここの突き当たり右手すぐ左で直進 100m 行ったらトイレがあるんだけど、そこに鍵があるからそこには暗証番号を入れてそれを開けて入ってくださいとか、なんかトイレなのにこんな複雑な文章を覚えろっていう意味じゃなくて、トイレはどこですかぐらいこう短い文章で OK なんで、そういうのをいくつか作っておけばいいんですよ。でそれをいくつかこう作って作ってこう積み重ねていくことによって、そこからのあの変換とかは自動で覚えられるんですよ。不規則が難しいっていうのはあるんですけど、例えば不規則で나는나를나랑って言ってるのにいきなり내가나じゃなくて내になっちゃうとか、不規則であったとしても、내가합니다じゃなくて나가합니다って言っても韓国でも分かるんですよ。なので不規則気にしないで普通に喋っても意味はまず通じます。でそれが恥ずかしくて喋れないよりは、間違ってもあの話をしてて相手と通じた方が絶対お得なんですよね。なのでどっちが恥ずかしいことなのかをよく考えてみたらすぐできると思います。母音、子音、合成母音、単語や文法は同時進行で勉強していいんですか？もちろんそうですよ。で、逆に別々で勉強した方が難しいと思って、あと全部一緒で勉強して、逆に少し中級ぐらいになってからパーツごとに練習した方がいいと思います、ここは。ここね、言語って、車の運転と似てるんですよ。車の運転って皆さんハンドル持って、ブレーキ踏んで、アクセル踏んで、ミッションチェンジしながら、いろんな操作同時にやらないといけないんじゃないですか。って運転にならないんでしょ。で、ある程度運転になった後に、例えばバックをします。で、駐車するときに、こっち側のなんかこう測るためにどこの線に合わせるとか、一つずつ細かく見ていったりとか、アクセルどんぐらい少しずつ踏んで、逆にバーって踏んで、あと、上り坂でどのぐらい踏んで、下り坂でどのぐらい踏んでみたいなのを区別するために、パーツごとにやるんじゃないですか、多分。で言語も同じなんですよ。これ多分全部同じくやらないと、母音だけ勉強したって言葉にならないし、子音だけ勉強したって言葉にならないし、合成母音いつ登場するか分かんないし、だからといって全く気にしないで喋ってたらいきなり合成母音出たらまたそれでもうパニックだし、別々やるのが逆に難しいんですよ。だってアクセルだけ踏んでハンドルの操作しない運転でないんじゃないですか。全く同じで言語も同じなんですよ。だってずっとだってギアナチュラルで運転できる人いないんじゃないですか。1段2段3段、まあ、最近オートなんですけど、バックミラーも見ないといけないし、言語も全く同じなんですよ。いつか絶対必ず出ますし、見ないといけない、言葉にならないので、なので別々の観点っていうか、まず全ていつ登場してもおかしくないなっていうのを頭に入れといて、ただ少し慣れてきた時にもう少しここをちょっと鍛えたいっていう時にパーツごとに練習することを私はおすすめします。聞き取りが上達するにはどうしたらいいですか？まあ当たり前の話なんですけど、ずっと聞けばいいです、本当に。多分聞いてるのが間違ってるかもしれないですよ。例えば、ゆきさんが好きなものがアイドルが好き、まあ顔で選んだっていうことならば、あの人と結局恋愛関係の話が聞きたいんですよね。で興味もそうなんですよね。なんかニュースだけひたすら聞いても多分集中できないと思いますし、自分が得意じゃない分野の話をしてもわからないわけなんですよ。どんだけ自分が好きなアイドルとはいえ、そのアイドルがいきなり車の話ばっかりしてたら、自分は車について何も知らない
のであれば聞こえないし、ただ顔だけ見てるようになっちゃうんですよね。なので聞き取りっていうのは自分が好きな人、そしてドラマではやめた方がいいかなと私は思っていて、最近ね、YouTube にたくさんあるんですよね。その自分が興味持ってるものとか。なので聞き取りがまず重要です。YouTube じゃなくても、韓国のテレビ、Netflix でもいいし、Netflix めっちゃいいですよ。日本語の字幕が本当に良くて、かなり勉強になると思います。たくさん聞いてください。